さて、もう最近ずっとこれでございますが、もうこれ着てるでしょ。もうだいぶ荷物詰めたのよ今。今日は僕は生き目の森運動公園のホークスのキャンプ中継に行ってまいりました。明日もあるんだけど、明日はホークス打ち上げで、オリックスキャンプが今日、27日間のキャンプの打ち上げを行いまして、でその模様、僕は今日もホークスのキャンプ行ってましたんで、まあその速見スタジアムに行くことできなかったんでね、清武総合運動公園には。だけどまあ大前和樹はさまざまな情報源がございますから、伝え聞いた、今日の打ち上げ、監督の総括を、皆様にお伝えしていきたいと思います。まあ僕もこれ伝え聞いたことなんで、まあ、その現場にいたわけじゃないけども、まあ、その現場がの様子がもう本当にもう手に取るように分かる、もう本当想像するに難くないという感じでございますが、まず、オリックスの、宮崎キャンプですね。27日間にわたる全体練習、スプリングトレーニングが今日で終了、打ち上げということになりました。まあ、プロ野球のチームが、一箇所に集まってね、一月間を過ごすという、まあ、この、まあ、大イベントですよ。その中の一月間が終わったということでありまして、まあ、当然そのキャンプが終わりますと、プレス、報道関係者は監督に、さあこのキャンプは100点満点で何点だと評価されますかとかね、今年の期待の選手は誰ですかみたいなことを聞く総括がある。さあ、今日もその中島監督の総括なんだけども、反応はいかに、総括はできないと、もうほんとらしい、中島監督の答えが返ってきました。まあ、総括はできないっていうのは、そのキャンプ の成果とかね、結果というのはやっぱり後になって分かるもの、つまりシーズンが始まってからであるとか、まあ、場合によってはもう数年後、時間が経った後に結果というのが出てくるものなので、このキャンプの成果総括を今することは適切ではないという、まあまさにこう中島監督らしいね、そんなコメント返ってきました。おそらく12球団唯一だと思います。で、まあ、ただ全体的な調整はある程度できたし、これがまたキーポイント、順調にゆっくりと仕上がってきているということ。まあ、去年11月の終わりまで、真剣勝負戦っていたので、まあ、決して無理はしない、ということ、コンディション重視というそのキャンプを送ってきたんだけども、まあ、順調にゆっくりと仕上がってはきているねということで、まあそういった意味ではね、手応えを感じていらっしゃるんじゃないかなと僕は思います。で、まあ、今年は新人が目立ちました。昨日のオープン戦でもね、渡辺選手が3安打打ったり、あるいは野口選手が打ったりということ、池田選手も出ましたね。まあ、残念ながら、ムクドキ投手であるとか、福永捕手が、まあ、故障ということもあったんだけども、まあ、新人たちがね、本当にこういい刺激をチームに与えてくれているということ、監督はね、評価していました。ただ、これから先、まだ開幕までは1ヶ月弱ある中で、まあ、これまでいた選手も、今後、どん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 ね、オープン戦など出てくるわけだから、これから先の一月間をね、非常に大切になってくるんで、まあ、そこもしっかり見極めていきたいと、新人に関しては話していらっしゃいました。で、当然、開幕投手についての話になるんですよ。さあ、開幕誰ですか、監督っていうことになると。言いません。これも監督らしいね、中島さんらしいね、そんな感じのコメントが返ってきましたね。こうやっても見にくいな。ということでね、開幕投手は言いませんということで、教えてくれませんでしたということなんですね。まあ、まあ、これもある程度予想はできたんじゃない。もう記者団ももう慣れっこなんでね、こういう返答には、さほどへこまないという、まあ、むしろそういうのが記事になるということだよね。まあ、おそらく、まあ、いろんな候補がある中でいろんな可能性を監督がお持ちなんでしょうけどもね。で、まあ、今のチームの課題というのは V2 目指すシーズンではあるんだけども、まあ、課題はいっぱいあるんだけども、まあ、その課題もについてもここでは言いません。もういかにもこの中島監督らしい極めてソルティーな対応でございまして、で、まあ、とにかくこれも中島監督らしい言い方でね、固定概念、固定観念にとらわれない、まあ、全てに対応できるような臨機応変さを持った野球を目指したい。今年のこれキーワードね、臨機応変、固定観念にとらわれない、
あらゆるものに対応ができるような臨機応変な野球、これが、今年のキーワードなんでしょうねというふうに僕は思いました。というわけで監督はね、そうね、まあ総括はできない、開幕投手は言えないという、本当中島監督らしい、その辺のブレないスタンスっていうのは僕は中島監督の、素晴らしいところだと思うし、本当にこう選手のコンディションであるとかそういったことをね非常にこう重視する監督さんで、それが去年の、優勝というものにもつながったことは間違いないしね、というわけでそんな風に監督がこのキャンプを、監督なりの言い方で振り返ってくださいましたよね。新人たちがいい刺激になった、それは確かです。で、最後は、輪になって選手会長の吉田選手が、言葉を言ってね、締めたわけなんですが、来年は日本一になってこの宮崎にまた帰ってきましょうというようなことを言われたそうです。で、山本由伸投手もやっぱり対外試合には投げなかったんだけども、紅白戦でも投げてないんだけどもね、自分としてはいいキャンプが遅れて体調もいいということ、いい時間が過ごせましたというそんな言葉が返ってきましたんで、皆さんがそれぞれ掲げた、目標に向かって、充実した時間が過ごせた一月間ではなかったのかなと思いますね。中島監督の、今日の総括はできない、開幕投手は言いません、課題もいろいろあるけど今は言わない、とにかく、その辺はもう本当らしい、こと、でもそれがまた記事になるというのが僕は中島監督のいいところなんだと思うしね、ということ。でも最後にやっぱりいいこと言ってくれるのよ、固定観念のない全てのことに対応できる臨機応変の野球、これが今年のキーワード。皆さんも、その言葉を、刻み込んで、今年のこの後の、オリックスのね、オープン戦から開幕に向けての戦いぶりを見守っていってください。というわけで、今日はですね、僕はホークスのキャンプには行ってましたんで、自分で見たことをそのままお伝えすることはできないという無念さはあるんだけども、ただ大前和樹の患者がいますから、患者間のものと書いて、情報源ですねがいらっしゃいますんで、伝え聞いた、今日はことを、お伝えしました。本当にこの一月間ね、宮崎からオリックスの話題をお伝えしてきましたけども、毎日毎日本当にありがとうございました。今日 B グループの方は本田熊本との、本来は楽天との練習試合が当初組まれていたんだけど、もろもろの事情で今日相手が本田熊本に変わったんだけども、その結果も入ればお伝えします。で、これも僕は実際見てないんでね、入れば情報としてお伝えしますが、なんかでも広沢山中の連続ホームランがあったり、義母選手の先制タイムリーがあったり、あと俊平太投手が2回を完璧に抑えたみたいなことも聞いてますんでね、そういった意味では成果のある、今日の練習試合だったんではないかということですね。少し心配なのはムクドキ投手の脇腹であったり、福永捕手の剥離骨折、足です。足の甲から、早く治してまた出てきてほしいなと思います。3月1日からは、2日はホークスね、1日からは、オリックスのオープン戦が京セラで始まりますので、まずは好調ロッテを迎えるということですね。今回もご視聴本当にありがとうございました。キャンプ総括、中島監督の総括編でした。総括はできないというね、らしいわ。